両手でぐっちゃぐちゃに描く学科です。いつもさらピピピピピ。私は自分の絵に愛着は持てません。途中までいいと思ったものでもだんだんと雑になっていきます。どうすれば絵に愛着を持てますか？これはね、多分描きすぎ。そこで手を止めて 2,3 日放置が正解。何々しなければっていう気持ちで描き終えようとするより、その作品の声に耳を傾けてほしい。あなたに愛着がなくても、あなたから生まれた作品はあなたのことが大好きだから。多分。